こんにちは。桜の間日本語ルームのゆけいです。今回は本屋で使える日本語フレーズを4つご紹介します。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは始めましょう。まず一つ目のフレーズ。 何々〜はどこにありますか自分が探している本がどこにあるかわからない時に使います。作者名と作品名を言うといいです。もし作者名がわからなかったり複数いる場合には作品名だけでもいいです。 例えば、夏目漱石の我が輩は猫であるはどこにありますか東の敬語の白夜行はどこにありますか次に二つ目のフレーズです。何々はありますか,何々はありますかその作品が あるかないかを聞きたいときに使います。本屋によって置いてある本が違うので、行った本屋に欲しい本があるかないかを聞きたいときに、このフレーズを使います。例えば、日本語能力試験の問題集はありますか芥川龍之介の 雲の糸はありますか?〜何々はどこにありますかは欲しい本が本屋の中のどこにあるかを聞きたいとき〜何々はありますかは欲しい本がこの本屋にあるかないかを聞きたいときに使いますいらっしゃいませすみません 日本語能力試験の参考書はありますかはい、ございます。日本語能力試験の参考書はどこにありますかそれはどこにありますかこれも間違いではありませんが、日本語能力試験の参考書を探していることは、私も相手も知っています。ですから、日本語能力試験の参考書や それを言わなくてもいいです。言わない方が自然な会話になります。いらっしゃいませ。すみません。日本語能力試験の参考書はありますかはい、ございます。どこにありますか ?B2 の棚にございます。B2 の棚はどこですか左から A, B, C と並んでおりますので、左から2番目の列が B の列です。手前から1、2、3と番号がございますので、手前から2番目の番号が2番の番号になります。あ,ありがとうございます。大きい本屋には棚に番号がありますから、店員は 番号で教えてくれることが多いです。三つ目のフレーズです。本の取り寄せはできますか本がその本屋にない場合は、本を他の店舗や本社などからその店に送ってもらわなければなりません。 それを取り寄せと言います。すみません。嫌われる勇気という本はありますか申し訳ございません。当店では取り扱っておりません。取り寄せはできますかはい、可能でございます。こちらにご記入をお願いいたします。はい。名前、電話番号、メールアドレス、作者名、 作品名、出版社名すみません。出版社名がわからないんですけど。あ、わからなければそのままで構いません。わかりました。はい。ありがとうございます。こちらお控えです。お渡しの際に必要となります。本が届き次第メールか電話にてご連絡いたします。はい、ありがとうございます。 メールかお電話にてのにてはメールか電話でのでと同じ意味です。メールかお電話にてご連絡いたします。メールかお電話で連絡します。同じ意味です。にては丁寧な言い方です。四つ目のフレーズカバーをお願いします。 カバーをお願いします。小さい個人店じゃなければ、レジでは本のカバーを付けるかどうか聞いてくれます。カバーは基本無料ですので、つけて欲しい場合にはお願いしますと言います。セルフサービスで自分でつける店もあります。こちらの本にカバーをおかけしますかはい、お願いします。 はい、かしこまりました。どのカバーにされますかじゃあ、これで。かしこまりました。では、このままで失礼いたします。基本は無料ですが、時々有料のカバーもあります。それでは、今紹介したフレーズを使った会話を見てください。いらっしゃいませーん。すみません。はい。 嫌われる勇気という本はありますかはい、ございます。どこにありますかはい、C4 の棚にございます。こちらが C の棚になりますので、手前から1、2、3、4番目の番号になります。ありがとうございます。あ、あった。あとは自己肯定感を上げる方法。 どこかなすみません。自己肯定感を上げる方法っていう本はどこにありますかただいまお調べいたしますので少々お待ちください。<laughs> 大変申し訳ございません。ただいま品切れとなっておりまして、お取り寄せになってしまうんですが、取り寄せだといつぐらいに届きますか 3、4日で来ると思います。じゃあ、取り寄せをお願いします。かしこまりました。では、こちらにご記入をお願いいたします。はい。すみません。作者名と出版社名がわからないんですけど、書かなくてもいいですかはい、構いません。はい。ありがとうございます。では、こちら、お控えになります。お渡しの際にお持ちください。はい。 では本が届き次第メールか電話にてご連絡いたします。ありがとうございます。じゃあこれ会計をお願いします。かしこまりました。袋はご利用ですかあ、いえ、いりません。ではお会計1980円になります。こちらカバーをおかけしますかはい、お願いします。どちらのカバーになさいますかんじゃあこれで。かしこまりました。少々お待ちください。 こちら、商品になります。2000円のお預かりですので、20円のお返しになります。ありがとうございました。またお越しください。ありがとうございました。今回は本屋で使えるフレーズ4つご紹介しました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。